ユースターナさんから伝えたいメッセージとか、はい、今日なんか出るにあたってこれだけは行って帰りたいなみたいな思ってたこととか何かあればうんとまあ自分はたまたま運、うん、よくそういう自分の思いだったりする思いだったり感情を表現できる場所を見つけられたんでよかったんですけどそういうの見つけられない人とかまあなんかツイッターとかで、まあ、SNS とかで言ってる人とかもいるし。 まあ、SNS とかじゃなくてもなんかいらない口とか多い人とか会社とかでもいるしそういう人にはなんか上からになっちゃうですけどなんか自分を表現するものを見つけた方が絶対その表現が間違ってるとかじゃなくて表現する場所が間違うといいこと言っててもダメだと俺は思うんでその表現する場所を見つけてほしいしなんか結構リリックとかでも。 なんか人生は一回きりだみたいなことを結構よく言うんですけどなんか「えお前2回目なの?」って思う人がいるんですよね人生 <laughs> なんかだからなんかそんなすかしてんのみたいなだから自分のなんか限界を決めないっていうと安直になっちゃうんですけどなんだろう可能性を信じてどんなことにでも動いてほしいなっていうのは思いますね